はい、ではまず最初に昨日のひらぜ昨日の昨日のひらぜちゃんとあれしてる？マジックショーね、あのコイン貫通のやつあったと思うんですけど、それちょっと再現しますね。で、昨日はこのコインがですね、裏に貼ってあって、そしてあの全体をカメラをね固定して全体を見えるようにします。で、この10円玉と100円玉の貫通の仕方をちょっと変えてみますね。はい。これでいい？これでいいかな？こんな感じ？で、皆さん拍手。ちなみに、昨日穴を開けて、ここピッて押してね、押して、穴を開けて貫通させたっていうのは、実際穴開けてみたんですよ。実際穴開けてみた場合、ここのこういう風にね、これは何つうの、破けない、なかなか破けないですよ、ゴムのやつに。こんな感じで、これね、これ昨日じゃないですよ。こんな感じでゴムを通した場合、もうちょっと近い方がいい。まさか浅かくてこれやるとは思わなかったし、これをね、こういうふうに、あ、破けちゃうよ、これ、こうやって。こんな感じ。しかも、これ、穴が開いてって、そこを通したらすごくあれだし、なかなかきついんじゃないの？ということで。では、今日はちょっと変えて、昨日と同じように、まず、このコップにですね、この、この、ゴムシートをですね、かぶせて、ベゴマのあれのようにね、ゴムシートをかぶせて、その上に100円玉のチェンジを乗せてあるんですね。で、周りはこの輪ゴムで、ここね、こう塞いであります。わかりやすいようにしますね。このままやります。いいですか？いきますよ。これをこのままやります。100円玉を貫通させたいと思います。で、今日はこのままいきます。昨日は100円玉だけやったんですけども、このままいきます。で、何がこのままいいかというと、100円玉だけを貫通させるので、穴が開いたりなんかもしあった場合は、10円玉もういっちゃったりなんかするよね。あと、はっつけてあった場合は後から見ればわかるよね。糊とかテープとかそういうのね。いきます。マンテレー、これにびっくりしたって言ったよね、マジックよりもね。いきます。じゃあちょっと分かりやすいように100円玉だけ貫通させたいと思います。いくよ、よく見て。あっ、怒っちゃった。2つとも怒っちゃった。失敗。これ輪ゴム外れて、ここ行っちゃった。ここ行っちゃった。はい、ちなみに今何が起こったかというと、ここの輪ゴム、ここ持たれちゃったんだよ。ごめんごめん。だからズバーンってそのまま落っこちて全部中に入っちゃった。はい、じゃあちょっともう一回ね、今やったものの中ではほらこんな感じで、別に糊とか貼っつけてないってことが分かると思います。ではよく見ててくださいね。はい、さっきと同じ状態ですよ。はい、このコップのですね、口に、ラバーシートをですね、かぶせ、ここがちょっとね、で、そのラバーシートの上に100円玉と10円玉を載せてあります。昨日100円玉の中でやりましたけど、今日は両方でやりますね。ですか。じゃあ昨日は下見せた時に上隠したと言われたので、全部見せておきますね。いいですか。で、ちょっとさっきこれ、上からね、貫通させる時に、これをですね、全部落っこちちゃったので、いきますよ。いいですか。もっと近い方がいい。
マンテレー、よく持って100円玉だけ貫通させます。今日はタッ、撮ってませんよ。今見えたよね。じゃあちょっと外しますね。今10円玉だけ残りました。パチパチパチ。すごい。おお、マンテレー。外しますね。外しますね。見えてますね。じゃあ裏側見せますね。はい。ここになんか跡がついてる。マンテレーなんてだ。はい。パチパチパチ。すごい。あら、すご。見えました。で、ここちょっとよくこれ検証してくださいね。このままね、このまま見せながら。すごい、マヤ。これ100円玉ちゃんと入ってますよ。で、ここに残ってるのは10円玉だけ。出しますね。マンテレ、マジック。はい、これです。はい、ここに穴とかそういう形式はな、形式はないです。なんで、すごい。いかがでしょう。でね、これ筋が見えたとか言ってる人だけど、これはこのカンカンの中に入ってる時にこうやってちっちゃく畳んであったの、ゴムシートが。だから筋はついてるの、最初から。だからもし筋があって今プシュってやった場合は、例えばさっきのやつのようにこんな感じで破けちゃうと思うんだよね。さあどうでしょう。はい。で、これこれは分かりません。ね。でね、これを昨日やった時に、ほとんどの人がこの後ろに、こうくっついてて、で、こう表にしといて、ここにこうやって、ピッてやって、下に落として、で、このやつを、映ってないところで回収したという、そういう考えだった。ミスターマリックみたい。ミスターマリックって、すごいね。はい。というわけで、でもよかった。ミスターマリックって言ってくれてありがとうね。あれじゃないかと思って、茨城弁のマギシロって言わなくてよかったなと思って。そういうわけで、はい。いかがでしたでしょうか。で、これをね、見たときに、いろんな考察をしてくれた。でね、なんでマジックっていいかというと、人間の、なんていうのかな、思考回路がすごく育つんですよ。で、マジックっていろんなこと考えるじゃない。いろんなこと考えて、どうしたらこうなるのかな。マギーも好きです。ありえないねみたいなね。全く種が分からない、はい、でしょ。ありえないでしょ。で、全く種が分からないほど、そんなことでみたいな感じになるわけよ。でも、そのそんなことでというその部分に気がつくという、このマジシャンのね、思考っていうかね、それってすごいなと。やっぱりその種の作り方っていうのは次元を超えてますよね。だから皆さんが言ったように、後ろに貼っといて押すっていうのは誰もが考えつくことなのよ。昨日やばいなと思ったのは、アルコンが言ったんですよ。種は分かりません、でもびっくりもしませんでしたってなんだよ。これは一番良くないなと思って、種は分かんなかったんだけども、種は分からないけども驚きもしなかったという。何が言いたいかというと、普通驚きますよ。これ思考することからは逃避してるんですよ。で、だからこれを聞いてね、すごくいろいろ考える。いろんなことを考える。可能性を考えてね。可能性を考えて、いろんなことをこうなんじゃないかな、ああなんじゃないかなっていうようなね、ことをね、考えて、そして、自分の回答を出す。これ思考実験と全く同じことなんです。で、マジックの種を考えてもらうというのはすごくいい勉強になって、驚きますよね。で、例えばさ、驚くことは、卵をこう立てる人がいる。何個も卵を立てちゃう。コロってなんね、ね、何かっていうと、卵の下割ってたっていうね。あれ、次元を超えてますよね。人が、それはないだろうみたいなことを考えるでしょ。ね。さあ、それじゃあ、
純ちゃんが非常によく考えてくれてすごく近い回答を出しました。ほぼ正解かと思うんだけども、ですね、あの今から、どうやってやったか言います。これはやってる総長も驚きました。マジックって面白い。面白いよね。驚きました。これは今から種を明かしますよ。これどっちにしろカンカンだよ。あのもう種明かしてるやつ。このミスタークロッキーさんが考えたの。まずこれあのじゅんちゃんが布でもできま、あ、じゅんちゃんね、あれパセリが布でもできますよね。でも驚きました。布じゃできないんです。こういう筒が仕込みについてるんですね。でこれいいですか。これ黒いゴムなんですけども、ゴムのほらね、誰も疑わないじゃん。それ確かに何の種も仕掛けもないんですよ。ところがですか、ところがこれを究極に伸ばす、押し込んでるんだよな。究極に伸ばすとちょっと黒いやつがちょっと透けますよね。これ裏から、これ分かります、これ透けますよね。でここに目をつけてるの。例えばいいですか、ここにね100円玉置くでしょ。そしてこれをグッと伸ばします。そしてそのままかぶせます。この状態。そしてここがすごい。でこれをいいですか、これをほら表にある目でしょ、これを外します。外してもこのゴムは戻らない。なぜかというとギューッと伸ばしているので食い込んでるんです。裏側に、裏側見せますね。こういうことです。これでしょ、なんてことないんですよ。わかります。これ表側で薄いラバーが見えますけども、気がついた人はここには、気がついた人いなかったんだけども、ここに光沢がちょっとなくなってるんですよね。光沢がね。なのでそこに気がついた人は分かるかもしれないけど、でも分からないね、きっと。いいですか。そうするともう分かりましたよね。こうなってますね。ここにこのように置くと100円玉が上にあるように見えるじゃない。そしてこれをですね、これを指で押せば、そういうことか。このように最初の準備が肝心、落ちるわけよ。どう、このクリエイティビティどうでしょう、どうでしょう。これあのね、すごいと思うのは、でこれね、なんだそんなことかって右から左の人は全然それは思考実験、思考回路を発達させてませんよ。何がすごいかというと、まずこのこれを黒いものがね伸ばすと、だからゴムなんですね。ゴミがそんなことになるとは知らなかった。はい。なるほど、思い込み。思い込んでんですよ、本当に。人はね、黒いものから裏側が透けて見えるとかね、こんな考えないわけですよ。だからできる。はい。特殊じゃないですよ、これ。ただのゴムのシートです。特殊じゃないです、全然。普通の黒い薄いゴムのシート。ほぼ合ってました。筒を使うのか。はい。そうそうそう。純ちゃん、なかなかいい線いってましたね。はい、でこれをねこういうふうにやったところで見えないけども、これをポイントはこれをさらに伸ばすということなんですよ。ここでやめちゃうの普通は、あダメだこれ裏が見えないからこれできないじゃんと思っちゃうでしょ。ところがこれを、この人すごいところはこれをさらに伸ばす、さらに伸ばして究極に薄くする。薄くしたところで裏から持ってくるとほら透けて見えるでしょ、手が指が。こういうことなの。でここの発想がすごいところなの。普通の人は大体、あ、見えないなって思いつかない。でも伸ばしてみるというこの遊び心があったから、この伸ばして、しかもこの筒を使うことによって、これ筒使わないとできないんですよ。このように100円玉よりちょっとちっちゃい径の筒を使うことによって、上からぐーっと伸ばしながら、ほらこんな透けてるんですよ。ぐーっと伸ばしながら、かぶせる。かぶせた後に、これ伸ばしすぎてるので、こうやって戻すと、ゴムの、はい、ゴムが、伸縮、縮んで、戻って、で、筒を抜くと、
こんな感じに出来上がっちゃってる。すごくない？これ。この発想力。というわけです。なので、こういうね、本当にトリックアートですよね。素材を生かした種ですね。思いつきませんでした。すごい。はい。だから、思いつくことの次元を別次元にあるでしょ。で、別次元にあるのはなんてことはない。伸ばしただけ。伸ばしただけ。これすごいわ。こういう発想ができるっていうのが、今からのね、の新商品を開発するときとか、そういうときに役立つんですよ。コインが乗ってるのが思い込みか。うん。だから、裏側からぐーっと、ここにこう挟み込めるという、このゴムを使った。普通の薄いゴムの、黒いゴムの、ただのビニールゴムですよ。ねえ。ということで、これはすごいなと思いました。さあ、これ2つ終わりました。